こんばんは、ヒデです。今日も、ザ・クルーのストーリーミッション、スリルともにナイトライター風に、お届けいたします。よし、あれ縄張り争い。これやってないよね。ヘイセリー。タイマーセットして。20分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい。What's on the table? You're repping your turf.Bring it. 乗り気だね。フェイスリー。やるぞ。これでもデトロイト、あ、そうか、早速事故ったけどな。巻き返す。事故りまくってるけどな。ヘイスリー、事故りまくったよ。つまりデトロイト対セントルイスの儀式ってこと？とか話してる余裕は上にあるのか。事故りまくってるけどこれはダメなやつでしょう。そっかそっか、あそこはちっちゃく使わないとなんか。抜ける？あれ。え？もう一周あるの？もう一周あんの？ないの？車に当たってえらいことなんだけど。まあもう一周あんだったらなんとかなるかな。差が縮まんないけど。うちが使えないのか。巻き返したよ。巻き返したよ。ヘイセリー。巻き返したよ。ああ、でもこれ。はい、引いていきますよ。抜いちゃったよ。ウィキペディアで自身の情報が見つかりました。お呼びしますか。何を見つけた？ヘイ、イエス。何を見つけた？お調べしましょう。ウェブ検索で自身ウェチャトに関する情報が見つかりました。ご覧ください。え、何見つけたの？ちょっと俺下 見る余裕ないよ、さすがに。怖えな。まあいいや。まさか逆転しちゃったと。微信ウィーチャットってなんだ。まあいいや、まあいいや。ヘイセリー、やるじゃん。お手伝いできることがあったら何でも言ってください。そうだね。でもまあ今のところこんな感じでいいのかな。
I see you around here again. I'll take a lot more than your territory. Get me? Hey Siri. セントルイスのモニュメント。セントルイスに関する記事が見つかりました。お呼びしますか？ Yes。セントルイスはアメリカ合衆国ミズーリ州東部ミシシッピ川とミズーリ川の合流点に位置する商工業都市、どの郡にも属さない独立市である。人口は356,587人。セントルイス大都市圏の人口は282,8990人で全米18位。広域都市圏の人口は2,892,784人である。隣接するイリノイ州イーストセントルイスとともに全米有数の犯罪都市としても有名であり、北部、東部には荒廃したスラムが広がるが、危険地域さえ入らなければ治安はそこまで悪くはない。また家賃、公共交通費、水道光熱費、食費などを含め全米の大都市圏で最も物価が安く、交通機関も整備されていることから生活しやすい都市の一つとも挙げられる。また最もフレンドリーな都市としても紹介されたことがあり、域内にある大学をはじめとする教育機関は数多くの留学生を受け入れ、日本人居住者も多い。へえ。で、あのアーチは何？フェイスリー。セントルイスのアーチ。ウェブでセントルイスのカナダに関する情報が見つかりました。ご覧ください。アーチとカナダで随分違うと思うんだけど。聞き間違いだとしてもね。まあいいや。また自分で調べちゃうぞ。はい、友情の終わり。これなんでこうなったのかって分かりにくいよね。まあ自分、俺も忘れてるし。あ、そういうことか。バレたね。I don't know what you're talking about. Wait a minute for my boys, you'll find out. Hey Siri. You can't even imagine the pain I'm gonna cause when I catch you. はい、聞いていますよ。バレた。ハロー。のん、のんきだな。Zoe, Troy knows I didn't kill the St. Louis V2. What?How? I don't know, but I've got his guys all over me. Is your cover blown? I don't think so, but I won't be working with Troy again. Come on. ていうか、この車、体当たりで、かなわないか。絶対こっちの勝つよ。もう終わり？これ。正面からそんなダメージ与えないか。まあいいけどさ。絶対勝つじゃん。絶対勝つじゃん。いや。ヘイシリー。楽勝だな。じゃあ、ヘイシリー、楽勝だなっつったの。なぜ聞き間違いない。ただこれ時間はどうしたらいい。あ何見つかった。
何にぶつかってこんなことになった。ヘイシリー、タイマーは？タイマーは現在動作中で9分と42秒になっています。あー、まだ残ってるね。これ別にいつまで経っても捕まったりしないけど、これどうし、まあいっか、そうだな、追ってこれないとこまで行けばいいんだよね。ヘイセリー、逃げるぞ。あ、でも木がいっぱい、これやばいやつ。まあ行くか、あ、大丈夫か。ちょっと時間かかりすぎたね。これかっこいいな。Alex, are you okay? Fine. Any word on the V2? She's gone. I'm sorry, Alex. Troy got her.マジか。Alex? Okay, I'm okay. Guess with Troy burned, we're back to square one. これどこ今？元のとこか。これ多分こっちの方が先だった気がするかな。まあいいか、やるだけやってみよう。Hey, Siri!アイアンクラッド、そっか、これ道が出てこないけどどうやったらいいの。あー、ちょっと近くまで行ってみるか。あ、出たね。逆方向だね。風力発電所がある。あ、風車がすげえ。なんかすっごい道があるよ。まいった、寄り道する場合でもないか。あ、ダート用じゃないから大変なことも、まあいつかね、いずれね、いずれね。さて、ここ通るの？ヘイシリー、イズール州について。すみません、私には理解できませんでした。ヘイシリー、イズール州、
こちらが水売りです。説明して。 Hey Siri、 水売りの説明。すみません、私には理解できませんでした。なんだろう、水売りの何。 Hey Siri、 水売り州の人口。ミズーリ州の人口は約608万4千人です。ヘイスリー、ミズーリ州のモニュメント。ミズーリ州に関する記事が見つかりました。お読みしますか。イエス。ミズーリ州はアメリカ合衆国中西部のミシシッピ川沿いにある内陸の州である。アメリカ合衆国50州の中で陸地面積では第21位、人口では第18位である。前身のミズーリ州州から1821年8月10日に合衆国24番目の州に昇格した。現在は炭鉱が州の主な産業の一つとなっている。州都はジェファーソンシティ市である。同州を代表する都市はイリノイ州との州境にあるセントルイス市とカンザス州との州境にあるカンザスシティ市であり、共に都市圏人口200万人以上の大都市である。他の主要都市にはスプリングフィールド市、インディペンデンス市、コロンビア市などがある。とりわけミシシッピ川に面するセントルイス市は開拓時代より西部への玄関口として発展し、現在では中西部切手の観光都市である。またミシシッピ川沿いにある多数の町はヨーロッパからの移民の影響を強く受けており、現在でも当時の教会や町並みが多く残っている。特にセントジェネビーブやそこから1時間ほどの場所にあるケープジラードなどはフランス系移民の影響が強く、大きな教会や狭い街路など美しい町並みが見られ知られざる観光地である。知られざるなんだ。なんかフランスの趣を残してるとこってなんかこう多いよね、意外と。え、何？ドランド。何ドランド。ヘイスリー、ドランド。なるほど、聞き取ってもさっぱりわからんということですね。ではで、人口こそ少ないが素朴な魅力にあふれている小さな町。なんでそれをなんでそれを選んだ。なんだ、あの知られざる名、こっちこそ知られざる名所みたいな感じだけど、なんでそんなのが入ってんの。まあいいか。ではアイアンクラッドやっていきます。ヘイスリー、趣味は。私じゃなくてあなたのことを話しましょうよ。ああ、そっか、車だもんな。車だよね、車という設定だよね。設定とか言うなって。さあ、ではレイドコースの記録を破りましょう。So, run this route past me again? They call this the Ironclad Dash. It's a legendary raid route around here. Smash the St. Louis 510's record and earn some props with Detroit. やっぱり順番的にこっちが先だったんだね。ヘイスリー、レイドスペック。スペックに関する記事が見つかりました。お読みしますか？ Yes.これ違うやつでしょ、どうせ。すみません、よくわかりません。いや、多分それ、俺今見る余裕ないけど、多分テレビドラマのやつでしょ。ヘイスリー、
エイドスペック、スペックに関する記事が見つかりました。お呼びしますか？ Yes。 ウィキペディアでスペックに関する項目が見つかりました。お呼びしますか？ Yes。 スペックに関する記事がウィキペディアで、 Yes と言うとりゃあんけ。Yes。 スペックとは英語でスペックをいわゆる仕様書のことであるが、和製英語の範疇では一般に高等製品に期待される性能のことである。俗にカタログスペックや基本スペックなどと何のように表現され、自動車のカタログなどでよく見られる。ああ、まあなんかそこから来てはいるんだろうね。ごめん、甘く見てた。甘く見てたっていうか、見くびってた。そっかそっか、ちゃんとしたあれ持ってきたね。まあちょっと順番的に前後したけどね。次、あ、セントルイスまで出てきちゃった。せっかくこっち行ったのに。シカゴデビュー。シカゴじゃん。え、シカゴまで遠いけど。まあいっか。じゃあ、じゃあ今回この、ここで切りましょう。では、今回いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒューアとスリー、ナイトライダー風でした。ではまたお会いしましょう。バイバイ。